テレるぜミヤーチ,ミヤーチ精力剤の赤ひげ薬局がお送りしますこのコーナーはですね皆さんから寄せられました電話ファックスのメッセージの中で僕たちがテレちゃうようなちょっとエッチな内容のものを紹介するというこのコーナーはい今日は抽選でそうなんですストロングミサイルドリンク2本セットでプレゼントの方が決まりますはい、はい、後で抽選しますからね 稲沢の祖父江の虎ちゃんからの照れるぜ宮地。 ご褒美といえばやっぱりお城のことですね、お城での彼女とのエッチの前、やっぱりご褒美として、記念日にはプール付きの部屋とか、露天風呂付きの部屋なんか、ちょっとプチ贅沢をして、お城を楽しんでおりますという、いいですね、まあ、このプールもね、難しい手は難しいわね、中で、放尿なんかされる方が見えたりしてそ,りゃそうだ、だってプールだって言って、自分たちがドボーンと入る風呂桶ぐらいしかなかったら泳げませんから、ある程度の広さはあるということは。うん まずは水を抜いて入れ替える。そして掃除もするっていうのはもうすごい時間かかりますからね。その部屋狙いの人がもう、今出てったほっかほかでも待っとらなかもんですよね。常識が僕レベルの人ならいいんだけど、なあなたレベルの方が常識っていうのは。だったらまあ見ですくっとけで終わりそうな気がして心配で仕方がないですね。例えば、えー、名古屋市が主体で、えー、経営しているプールというのは年、ね、に何回水入れ替えるかしてますへえー。 あ夏、夏場とかそういう時、ね、いやいや、何回、ね、年に何回。まあ多く行って、三回。 だからほんとに,でにほぼほとんど変えないという循環式にまた綺麗にしてるわけだから<ー>ここでもそうかもしれませんね変わりましてはこちらですニューリン火山さん,あんおしっこしとると知らんかったかっそんな話題全く出てないでね <laughs> 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 頼むよゆきちゃんあなた病気になってるみたいよ、うん、え何をお住まいの方にあなんかヤニっとするんです本当おかしいね <laughs> 肌でねヤニがつくのはねやかましいはい。ねえニューリン火山さん 自主トレが大好きな私です。ほぼ毎日で、特に若い時なんかは一日8回という時もありました。これは相当な。獣波ですよね、えー、なんか。ん猿ひひ波っていうのか。 昔、釣る前のところにいたんですよ、うん、そういう猿が。あ、そうなんですか。かきむしりっていうあつ、あの。はあ。この間も、あの、あれ、あ,れあれ岡山でしたけど、どっかの方で、こうやって、こう,こうやって逃げ取った猿おったじゃないですか、こういう。あれもなかなかな体型して見えましたですよね。<laughs> かなそれ。ごめん、ついてくれない。<laughs> 本当。もうすごい、なんか露骨に見せて歩いて見えました。さて、ほぼ毎日で、若い時には1日8回なんていう時もあったんです。ところが、えー、体調不良や多忙の時など、何日かも、も おたまりになっちゃうときがあるわけですよ。忙しくてそういうことやってられないとき。そういうときは、ああ、いたしたいなという気持ちは起こらないものの、体の方は正直ですよね。もう無駄にビルが立っちゃうんです。そしてそれを解禁するとき、せっかくだからとお手手ではなく、なんだかよくわからね、ぬるぬるっとした水など、道具を使いまして解放してやったりするんです。息子ともども、ご褒美をもらったという気分になります。これ、日に8回ということは3時間に1回だね、散歩24で。 3時間に1回っていうのはいくらなんでももうこれもう拷問に近い感じですよね分からないですよこれは若い時ということですからもうはい終わったらお続き終わったらお続きみたいな感じかもしれないですよあなたは出会った人が悪かったいやある時びっくりしましたもう、まあ、半分自慢話が入ってるような気がしてしょうがないんですが 夫が買ってきたカップラーメンかなと思って中開けたらなんか中にスポンジが入ってるんですよ。あれ何だったんでしょうね。あ<ー> <laughs> 今日も2枚ご紹介させていただきました。<laughs> 赤池さんからの、えー、素敵なドリンク、ストロングミサイルドリンク、日本セットでプレゼントの方、抽選お願いいたします。はい。はい、この方です。 えー、香川県高松市のたかちゃんマンさんお、はい、めでとうございますストロングミサイルドリンク2本セットでお送りさせていただきますまたご使用になられましたらぜひリポートを送ってください以上テレルゼミヤーチでした